皆さんこんにちは。双子ソプラノデュオ山田姉妹の姉花です。妹レイです。先日登録者数が1000人を突破しましたので、本日はその時にいただいた質問にどんどん答えていきたいと思います。それではやっていこう。登録者数1000人達成おめでとうございます。まだまだ山田姉妹さんのことよく知りません。つい先日知ったので2人のことを詳しく教えてほしいです。結構顔は似てないんですけれども、二卵性の双子でございます。7分差で生まれまして、2人とも音楽大学の声楽科出身です。オペラを主にコンサートなどで歌っているんですけれども、日本語の曲も大好きで、これまでに4枚のアルバムが出ております。興味のある方はぜひ聴いてみてください。いつもいろいろな歌を聴いていただいてありがとう。また、ストレスがたまにになると思いますが、大声を出すことが必要ですね。そこで質問です。初心者でも簡単に継続できる発声方法を教えてください。小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで絶対にできる発声練習を皆様にお教えしたいと思います。半音ずつ上に上がっていって、高いところまで出たらまた下に戻ってくるっていう発声練習なんですけど、この練習は「ポリバケツ」の中に「おいあえうあいうえお」の母音が全て入っているので、口をたっぷり動かしながらキラキラの時は口角を上げて素敵な笑顔で歌うと、とっても楽しい発声練習になるので、ぜひやってみてください。娘からのリクエストです。オペラ座の怪人新国民をお願いします。幼稚園年長の時にオペラ座の怪人を見て、ミュージカルやオペラが大好きになり、目指すきっかけとなった大事な曲です。本当に私もオペラ座の怪人が大大大好きなので嬉しいです。 Think of me, think of me fondly when we've said goodbye。 山田姉妹が昔よく遊んだ遊びは何ですか？奈良女子大小学校姫子8歳より。おままごとをたくさんしたのと、通りかかる車のナンバー4桁も139に覚えにくくないみたいな感じで合う合わないとかよく遊んでました。本日の YouTube もお友達です。山田姉妹さんのラジオ関西心に広いのに、そして最後の時に動画を確認しているので大ファンです。何ですか？お願いします。スポーツの時からよろしくお願いします。では毎日動画見ながらエクササイズをしてます。私は3日に1回ぐらいしてます。あと趣味は書道とか英語とか家庭菜園とかが私は好きです。私は趣味はもう画面を見ることが好きなので、テレビを見たり映画を見たり YouTube を見たりするのが好きです。こんにちは。私は今声楽を習っています。私は今声楽を習っています。練習しています。早速質問ですが、声楽を始めるきっかけを教えてください。またおすすめの動画など動機のコツも教えてください。ありがとうございます。声楽を始めたきっかけはやっぱり歌が一番好きだったので、ちゃんとした発声を勉強したいと思って音大を目指したのが大きなきっかけです。のどケア用品なんですけど、いっぱいあるんですよね。マヌカハチミツ。よくお客様がくださって山田レイって書いてあるんですけど、これをよくリンゴにのっけて焼きリンゴしたりとか、あとそのまま舐めてもすごく体に良くて喉にもいいです。よく喉ケアグッズとしてお客様からいただくことが多くて、とても助かってます。ありがとうございます。こんなミニ容器に入ったのもあって、これもおすすめ。これ私は飴はとにかく龍角散常備です。必ずカバンに入って本番終わりとか慣れてます。あと元祖龍角散の粉です。これ3つサイズあるんです。あ、こうこれを買っといて、ちっちゃいのに詰め替えて持ち歩いたりとかおすすめ。完全に粉なので寝る前にパサッと喉にしてマスクして寝るとだいぶ喉の疲れ取れるのでおすすめです。あともう一個、アズノールのうがい薬、これアズレンっていうのもあるんですけど、これ耳鼻科で喉のうがい薬くださいって言うといただきます。喉のばい菌とか落とさずに腫れだけ取ってくれるおすすめのうがい薬です。いいですか？ミュージカルにもいつかチャレンジしてほしいと思うのは私はいいですか？はい、ミュージカル大好きもうミュージカルやりたくてこの世界に入ったので、いつかミュージカル出たいです。いつも素敵なハーモニーありがとうございます。一番もらってモチベーションが上がるおめでとうって何でしょう？もしもしもできるのでしたら、我は海の子を7番まで私のハーモニーで聞かせてください。2人の歌声を聞いて元気になったとか、昨日すごい暗い気持ちだったのに今日すごい明るくなったとか、自分たちの歌が誰かの心を支えてるって思うとすごく嬉しいので、そうやってその方が元気になったっていう言葉がすごく嬉しいなと思います。我は海の子7番まではちょっと長いのでカットバージョンでお届けします。我は海の子白波の騒ぐ磯辺の松原に。ここまで更新ありがとうございます。1000人突破おめでとうございます。いつも素敵な歌を届けてくれて感謝しています。花芽ちゃんは私の心のよりどころです。質問というか歌ってほしいでございます。ママタブさんの曲オンマイオンを歌ってほしいです。オンマイオンおめでとうございます。早速質問です。とても仲良しのお二人ですが、音楽以外のことで喧嘩があるんですが、どちらがお嫌ですか？喧嘩もするし、仲もいいし、それなりにいろんな喧嘩をしてきましたぐ感情をぶつけてきて、私はそれを無視するような感じのパターンが多いです。ひどい。アンコールでの常連客からこの時大好きお二人の貴婦人様、コンサートでも何回も何回もお聞きしたい。ありがとうございます。踊り赤そうは私たちのコンサートの必ず最後に歌ってますので、よかったらコンサートにも来てください。こんばんは、メルカルの時代からどこまで楽しんで制作してますので、やはりお寺には行きたいかなと募集しているんですが、大好きな方々にはぜひ皆さんの皆さんにいかがでしょうか。お金についてお話していきますので、お願いします。ぜひお願いします。ありがとうございます。モーツァルトのアリアはコンサートでもよく歌ったりするんですけど、特に私はドニゼッティの曲が大好きで、ドニゼッティのオペラアリア集とかドニゼッティの歌曲集、結構いろんな曲歌ってます。シャモニーのリンダー特に好きです。あと CD にもそう、これです。アナさん、レイさん、いつも素敵な歌声ありがとうございます。毎回癒されております。質問ですが、コンサートの時の素敵なドレスですが、ドレスにこれだけは譲れないこだわりはありますか？結構私たちのドレスってお揃いじゃなくて、お揃いっぽいものを選ぶことが多いです。結構一点物のドレスとかが多いので、あとはスーツケースに入るものです。コロナの素晴らしい歌声をいつもありがとうございます。日本各地でコンサートを開催されていますが、お気に入りおすすめのスポット、名物のガレを教えてください。私に収穫したものがあればご紹介ください。食べ物が楽しみで、私は富山、青森、北海道に感動しました。では、最近習得したモノマネ。アヒル。いつも素晴らしく美しい歌声をありがとうございます。マイペアリリーは大好きで、中学生の頃に買ったレコードをおとといしても聴いてました。就職して初めて買ったデータで、録画した正月映画のビデオテープがわかめになることを主張しました。その経験を待ってもお二人がそのデフレーションはヘッドマンが歌ったために流暢になりました。それ多すぎます。大好きな歌なので、これからも歌っていきたいと思います。明るい二人の歌声に心がすっきり、楽しみに待っています。これからも頑張ってね。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。あなたのれいちゃん、美しいお歌声ありがとうございます。千人記念おめでとうございます。音楽担当の二人、英語発音も完璧、すごいですね。綺麗な20種ありがとうございます。今でもお聞きしていたい。質問は今行ってみたいところはどこですか？今リクエストは確かなところこの街です。あなたのれいちゃん、いつも心つく歌声ありがとうございます。これから大切に歌ってくださいね。ご健康をお祈りしております。その歌の発音とかは勉強するんですけど、もっともっと喋れるようになりたいなって思います。今行ってみたい場所はもうコンサートホール、早くコンサートホールに行きたい。県をまたげるようになったら、最近車の練習もしているので、車で富士山に行きたいなと思ってます。それに一緒に行きたいです。確かなこととこの街でリクエストということで、確かなことはですね、このアルバムに載ってますので、よかったら聴いてください、はい、この街ではいつかお届けしますので、ちょっとお待ちください、はい、1000人とおめでとう。生まれて初めて経験する大変な環境の中で、れいちゃんが苦労して生活をしている事例を2、3でも知りたいんですが、声もダンスありがとう、頑張ってくださいね。何せこうマイクの設定とかね、なかなか難しくて、生歌で普段歌ったりしてるので、皆さんにうまく伝わってるか不安な気持ちはあります。いつも体からわーってコンサートで出してたのが出せないっていう、ちょっともやもやした気持ちはありますね。こんばんは、いつも素敵な歌声をありがとうございます。今出口の見えないトンネルの中にいる毎日が続いていますが、二人の歌声に癒されています。そこでお願いがあります。このような時期だからこそ、明日に夢を持って虹の彼方にリクエストさせてください。どんなに暗い夜でも明けない夜はないことを信じて、諏訪部ひろみファンの方より。美しいハーモニーと楽しいとこありがとうございます。毎日解説しながら一緒に歌わせていただいております。質問です。私自身4年前から声楽を習っているので教えていただきたいのですが、お二人は歌うための筋トレやエクササイズなどどのようにされているでしょうか？山田姉妹さん大好きな娘、今も劇団四季を目指しておりますのためにも教えていただけると嬉しいです。頑張ってください。歌うための筋トレとかエクササイズっていうのはほとんどしておりません、ただ歌う時にブレスを整えるロングブレスとか、なんかその呼吸の訓練はしてます。大体歌う前に発声練習15分、その後にこういうコンコーネっていう曲集があってとか、あとパノフカとかね、アボインイボインとかだけで歌うっていう歌なんですけど、大体それをしてから歌の練習してます。こういう筋トレというよりも歌いことの体作りをどんどんしていくのがいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。頑張ってください。高砂のコンサートで地元の合唱団とのコラボでの牧場の朝とても感動しました。無理のせい者のリクエストを答えていただいて十分ですが、牧場の朝も歌っていただけたら幸せです。8月16日は初めての姫路のコンサートで、ぜひコロナの中で実現できることを楽しみにしていますということで、そうですね、8月にはコンサート再開できれば嬉しいなと思います。牧場の朝はこのふるさとのアルバムにも入っております。コンサートで歌うこともありますので、はい、これを聞いてください。私は双子の女の子の母なのですが、仲がいいですか？喧嘩しますか？レオンハート歌ってほしいです。双子ちゃんのお母さんなんですね。仲もいいし、喧嘩もするし、どこの兄弟もそんな感じないかな。じゃあライオンハート、ちょっとだけどこ歌おう。うん。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。大学の音楽科声楽専攻を目指しているのですが、高校から声楽を始めるのは遅いと思いますか？遅くない。私たちは小さい頃から歌は好きで歌ってたんですけど、声楽として始めたのは、私は高1の冬、私は高2の冬私の周りの同級生でもみんな高校から始めたっていう子がすごく多くて、全然間に合うと思いますので頑張ってください。でも何よりも大事なのは、いい先生に出会うことすごく大事ですので、ぜひ大学の先生に習う時とか、とにかく練習たくさんしてレッスン受けてもらえたらなと思います。コロナでコンサートが開催できないので、いつも YouTube を楽しみに見ています。質問ですが、逗子のご実家は高台ですか？そこから見る逗子の海は美しいでしょうね。いつか逗子の海を見てみたいです。実家から海は見えません。でも香りはね、逗子の雰囲気、逗子の海の雰囲気はやっぱりたくさんしますので、すごくいいところです。逗子市広報大使をしております。ぜひ自粛が明けたら遊びに来てください。こんにちは。お二人は生のイメージですが、何かスポーツをされていますか？応援されているスポーツチームは終わりですか？今度二人で簡単なスポーツと例えばバドミントン、バドミントンを挑戦してみてください。またです。やめたみたいなミュージックビデオを見てみたいです。よく地方とか行った時にはホテルの体育館とかで卓球とかバドミントンとか実はしてます。バドミントンしすぎて筋肉痛になってコンサートしたこともありました。応援してるスポーツチームは、私は昔からバレーボール見るのがすごい好きで、日本代表のバレーボール実際に試合を見に行ったこともありました。五輪も楽しみにしてます。頑張れ日本、頑張れ。質問ですが、 iPad はお使いですか？もしお使いならどんな場面で活用されていますか？もしお使いなければどのように使いたいですか？よろしくお願いします。iPad 2人とも持ってないよね。使ってないです。でも使えるんだったら映画とかね使いたいです。いつも素敵な楽しい歌、どうもありがとうございます。最近新車を購入したのですが、ナンバーは花さんレイさんの名前を書いて8770にしました。そうですが、花さんレイさん好きな数字は何ですか？下の仕事は君を乗せてを歌ってほしいです。いつも動画を楽しみにしています。好きな数字？ありがとうございます。8770にしてください。ありがとうございます。花レイありがとうございます。好きな数字はでもやっぱり87っていう数字を見ると嬉しくなっちゃいます。なんか1が好きかも。すごい、山田姉妹のテーマのようなこの曲と1000人突破盛り上がりますね。リクエストはオペラでの好きなやつはありますか？できればドレスアップして早く歌ってほしいです。じゃあビオレットとか。ビオレットね。私は声質合わないんですけど、トゥーランドットの竜の歌が好きでいつかね歌えたらいいなって思います。男性になってみたい。喉の調子を維持するために何か特別なことをやっていますか？多分人一倍気は使っていて、朝起きたらまず「あ」って自分の喉の調子を確認したり、寝る時は夏でも必ずマスクをして、私はスカーフも巻いてみてます。私濡れマスクプラス普通のマスクとか、今なかなかちょっと手に入らないので布マスクを最近して塗るようにしてます。規則正しい選択が大事。チャンネル登録者数1000人おめでとうございます。質問です。自分の誕生日は山田姉妹のお二人と同じクリスマスイブなのですが、誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントを合わせていつも一つでした。山田姉妹のお二人はどうでしたか？誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントは別々にもらいましたか？そんなトラウマがあったので息子が12月17日に生まれたんですが、息子には別々のプレゼントを渡しています。次回も楽しみに待ってます。私たち誕生日が12月の24日なので、誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントは別々にもらっていました。合計4つ。しかもちっちゃい頃はサンタさんも持ってたのでね、いっぱいプレゼントもらいました。しかも誕生日ケーキは一人一人ありました。でもって考えるとクリスマスケーキはなかったかな。確かに。チャンネル登録1000人突破おめでとうございます。神戸のコンサートでお二人のステージを拝見してすごく感動してファンになりました。毎回動画の最後のところに一のコメントがとても可愛くて僕にとって大好きです。お二人の歌なら基本はないのですが、糸、2作目より読みましたです。ということで、じゃあまず糸。縦の糸はあなた、横の糸は私。三崎めぐり。登録者数1000人突破おめでとうございます。終盤で盛り上がるおなじみの歌ですね。歌手として自分の原点となる曲は何ですか？原点私はミュージカル「アニーのトモロー」です。もう大好き。曲というより発声練習です。おめでとうございます。毎回楽しみにしています。いつもツイッターで今回こちらでお願いします。質問ですが、コンサートができるようになったらどんなコンサートにしたいですか？内容は内緒だろうけど、何か計画してますか？まだ先になるだろうけど楽しみにしています。そうですね、コンサートを再開されたらいろんなことしていきたいんですけど、まずはねコンサートしたいね。でもちょっといろいろ考えてる名前本当に嬉しいです。動画はどこで撮影されていますか？またどこで撮影されていますか？西木ちゃんの一日の生活パターンは今一番興味の制服なんですが、動画は自宅で私がパソコンを必死に動かしながら作ってます。家族の手助けはパソコンも兄が使ってたものの、おフルをもらったりヘッドホンをお母さんがプレゼントしてくれました。コードとかも全然配線わかんなかったので、家族が教えてくれてすごい助かりました。毎日必ず練習をするのと、あと動画撮ったり、今一番興味を持っていること、先が見えないので今ですね。家庭菜園やってるんですけど、いい育て方とか興味あります。早くパンクラブを作ってください。頑張ります。1000人突破おめでとうございます。質問させていただきます。ペットは飼われていらっしゃいますか？犬派ですか？猫派ですか？好きなテレビ番組、芸能人はいらっしゃいますか？カラオケなどは行けますか？ずっとワンちゃん飼ってたので犬派なんですけど、最近猫も可愛いなって思ってます私も猫飼ったことないので一回飼ってみたいなって思います。好きなテレビ番組、芸能人はいらっしゃいますか？世界の果てまでイッテ Q いや、イッテ Q が好き最近私は東大王をよく見てます。好きな芸能人は、私は歌手の小袋さんと畑基博さんがとにかく好きで、いつか共演するのが夢です。いや、本当みんな好きカラオケはほぼ行かないです。初めまして、お二人の美声に魅了されてステイホームがすっかり楽しみの毎日になっています。お言葉に甘えてお二人にお願いです。もうすぐ母の日ですが、お二人セレクトの母の日プレゼント曲をお願いできれば嬉しいです。すいません、もう母の日が過ぎてしまったんですけれども、母の日に更新したこの動画、よかったらクリックして聴いてみてください。私たちが好きな曲なんです1000人達成おめでとうございます。毎回歌声のそれさん、もちろん短い動画の中で毎回ちょっとクスッとさせられる面白さがあってとても癒されています。質問です。動画のつなぎ方や言葉の文字入れ、効果音の入れ方がとても良いもので楽しいです。特にレイさんの言葉のスーパー見てもらいます。動画編集はどの方が担当されているのですか？私たちのコンサートでも MC っていつも自然体でするようにしててこの YouTube でも自然体を大事にしてます。結構レイが変なことを言うので言わないそれをそのまま動画に使ってます。編集は花が喜ぶ編集はちなみに私がしてるんですけど、ぜひ何かアドバイスあったら言ってください。登録者数1000人突破おめでとうございます。質問ですが、スマホで一番使うアプリは何ですか？それと音楽以外の趣味は何ですか？私はズバリ YouTube、 そして Amazon プライムビデオの2つですねコンサートも延期中止になって直接はできないけど、画像を通じてお二人の元気な姿や歌声に癒されています。ところで、お二人は何か語を話すことができるのでしょうか？多彩な二人に会える日を楽しみに希望しています。ちょっとちゃんと読めなかったぐらい日本語もままならなく、外国語なんてとてもできないです書き手ができますが、できるなら何ができるかやってみてください。せーの。あ、短くない？ちょっと失敗しちゃった。もう一回だけ。もう一回だけ。双子は仲良しなイメージですか？喧嘩しますか？今までで一番激しかった喧嘩は何ですか？どんなのでしたか？いやー、言えないような喧嘩。ハルさん、レイさん、こんにちは。初コメントです。YouTube の配信楽しませていただいてます。素晴らしいです。ありがとうございます。あとも繰り返しを聞きできるのもいいですね。リクエスト質問です。リクエスト春の歌、2番の歌手、レイさんも3番の歌手は2人をごちそうする。季節にもぴったり、アキラの自分にはなりますもん。今の歌声はアキラの自分の手紙の練習などを聞いていただいてです。ご質問は今まででいろいろ励まされたり、慰められたりしたお気に入りの歌いとかはありますか？慰められた曲、私は小袋さんのつぼみです。おー。中学3年生の受験期に、もう数えきれないほど聞きました。いいね、いいね。私はビージーズっていう1970年代の歌手の「How Deep Is Your Love」っていう「愛はきらめきの中に」っていう曲がずっと好きです。このリクエストの中から春の歌お届けします。ラララ赤い花束車に積んで春が来た来た丘から町へすみれかりましょ花々売りの可愛い瞳に春の夢。音楽とは全く関係ないですが、好きなお味噌汁、どんな具でどんなお味噌を使いですか？嫌いとかお味噌汁飲まないとかでもありです。この状況が後で笑って話せるといいですね。体調にはくれぐれもご注意くださいませ。じゃあ一人ずつ好きな具と好きな味噌。あ、そうね。言いたいと思います。私は田舎味噌のお豆腐が好きです。私は田舎味噌のわかめも好きだし、しじみも好きだし、あさりも好きだし、なめこも好きだし、常に冷蔵庫の中にいろんなお味噌を準備してますチャンネル登録者1000人達成おめでとうございます。教えてください。カラオケが好きでよくなっています。終わった後の特にあと少しのところでどのような練習すればできるようになりますか？教えていただければ嬉しいです。一番大事なのは顎をこうやって上げないこと。苦しくなると顎が上がっちゃうんですけど、そうすると喉閉まっちゃうので、なるべく顎は下のまま歌うといいと思います。あと結構次が高い音だっていう時って体がギュッと萎縮しちゃうんですけど、もう次を構えずに、もうなるべく気楽な気持ちでいった方が出たりします。練習は先ほど発声練習で紹介したポリバケツ1日5分でいいので毎日やると絶対音域広がるので、自分の限界を知るっていうのも大事なので、そこからどんどん毎日続けると高くなっていきますので、ぜひやってみてください。あっち向いてほいとかよし、大好き、あっち向いてほい。じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。セントおめでとうございます。一番のめもめのハンカチーフカバーでしょ、発見できたら嬉しいですって言ってました。もめのハンカチーフはこの「あなた」というアルバムに収録されてます。恋人よ、僕は旅立つ、東へと向かう列車で拝見できたら嬉しい、こじまじま増えてきます。夢いっぱい、ご褒美返し、ムーンリバー。ではまた。楽しいことならいっぱい、夢見ることなら目いっぱい、今すぐおしゃれに着替えて友達探しに行こうよ。罠にかかったハウ、うさぎみたいハウムーリー質問です。仲のいい姉妹ですが、仲のいい秘訣はありますか？ありますか？あるの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 ？ないよ。仲さん、お疲れ様です。動画を見させていただいて、仲いいとも聞いてもらえてきます。こんにちはのレイさん、でも僕はレイさんとレイさんの上、魅力ですよね。私はクラシックの各分野で好きなものなんですが、皆さんレイさんがクラシックコンサートで聴くとしたら、次の3つのうちどの演目を聴きたいですか？この3つの中から、3番のピエイエズ、大好きなんです。ピエイエズ、このアルバムの中で歌っておりまして、全部ね、ユニゾン。ユニゾンって声2人で揃えて、もうまるで同じことを歌ってます。ぜひよかったらこれ聞いてください。選択曲以外で好きなクラシック曲や作曲家はいますか？ドボルザークの交響曲第8番が大好きです。高校生の頃、部活でオーケストラ部でフルート吹いてたんですけど、あのソロがとにかく決めたくてたくさん練習したのもいい思い出です。もうベト室とか、大工とかは定番ですけど、すごい好き作曲、結構シベリウスのピアノ曲とか大好き。こんにちは、母の日が近づきますね。お母様にはどんなプレゼントを出されるのでしょう。私は母の日を2枚購入しました。母は京都の絆で行われたコンサートに行って、とても楽しい時間を過ごせていただいたようで、とても感謝しております。ありがとうございました。どこでもペッて広げられる座布団と、あとよく鍵をなくすので鍵入れるバッグと、なんかそんなことがありました。さくらんぼが大好きなので、もうすぐ季節になるさくらんぼができたらプレゼントしようと思って延期ねって言ってます。ハムに流れるの美しいです。そして読まれるのも花の美しいです。YouTube でこの次のハムの美しいの難しいでしょう。音響の限界。そうそう、結構割れちゃうのに。しないと流れるとく、花々の原作についてない。質問、花さんは料理されますか？レイさんは資格もない。洋食以外の料理にいつもこだわりとかありますか？カレーは玉ねぎをメイドになるまで炒めるとか、ラーメン食探求し、多く学んだので。すごい。ラーメン作るのかな？すごい。でも最近ちょっと豚骨とか作ってみたい気がするけど、難しいっていうので。はい、花さん、料理はされますか？ということで、料理します。割と私は卵を使った料理が得意です。花ちゃん、レイちゃんのザッピーナさんの歌を聞きたいです。ぜひよろしくお願いします。ため息の出るような。あなたの口づけに甘い。マイクで質問したかったこと聞きます。コンサートで虹色の空とただいまを聞いたことがありません。どうしてですか？最後の話でぜひもやってください。どっちのやるってなんか2人とも自分の歌いたいとかなっちゃったら、たまにコンサートでも歌ってますので、ぜひその機会を狙ってみてください。ということで、たくさんの質問ありがとうございました。曲は結構皆さんがこういうの聴きたいんだなって分かったので、通しで歌ったのもそのうちアップしたいと思います。たくさんの質問やいつも温かい応援をありがとうございます。これからもこのチャンネルで皆様に歌をお届けしたいと思っておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみに。山田姉妹、歌はお任せ。